ちょっとごめんなさい、私の席は少し、変な格好で横に並んで両方見たいんです。ちょっと小さいですが、こういう形でやらせていただきます。時間になりましたから、お祈りして、この、教育セミナー、信徒教育セミナーの時を始めたいと思います。それではお祈りいたします。恵み深い愛する天のお父様、あなたの聖なる御名を賛美いたします。今日は学ぶためにここに集まりました。どうか、歴史や御言葉を通してあなたのご計画をさらによく知ることができますように、一人一人の上に臨んで助けてくださいますようにお願い申し上げます。特にイスラエルについての学びですが、どうか神様、ある優秀な民族に目を向けるのではなく、イスラエルを通してあなたの偉大さ、あなたの素晴らしさ、あなたは聖なるお方であることに目を留めることができますように助けてください。また秋に計画している、聖地旅行の良い準備にもなりますように、どうか神様導いてください。この時御手に委ねます。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。皆さんよくいらっしゃいました。信徒教育セミナーという題はすっごく重いんです。Ich mache zwischendurch ein bisschen Deutsch. Der Schwerpunkt ist auf Japanisch. Also herzlich willkommen zu unserem Seminar über Israel.聖書とイスラエルという題は当然のように聞こえるんですけれども、考えましてこれを選びました。イスラエルについて話す場合は聖書を除いて話すことはできませんからこそです。イスラエルについて分かるのはまず聖書を見ないとあんまりよく理解できないと思います。Wir sind heute unter dem Thema die Bibel und Israel zusammen, und es muss diese Kombination sein. Wenn wir etwas über Israel lernen wollen, müssen wir in die Bibel schauen. Ohne die Bibel geht es nicht. それでは皆さんに資料を渡しましたが、このありがとうございます。何か邪魔でしたら言ってください。私もやります。これは第一面、資料の第一面ですけど、内容、点、アウトラインでもあるんです。考えとしてテキストをこれ以外に、しませんでした。これだけがテキストです。全くまとめのようなテキストです。そして一番大事なところはどっちかといえばこの聖句のところなんですね。聖書がこれについて何を言ってるか、そこから学ぶ必要があるんです。Also das ist die einzige Outline, die wir heute haben. Es gibt sonst keinen Text. Und das Wichtigste auf diesem Blatt werden die Bibelstellen sein, auf die wir Bezug nehmen müssen, um über Israel zu lernen. で、最初から、導入の、ここに載ってませんけれども、前の方を見てくだされば、導入の説明があります。聖書とイスラエル、今日はイスラエルを注目します。Eine kleine Einleitung.Zu dem Wort und zu dem Sachverhalt von Israel. これはドイツ・ウォルムス町、南ドイツですけど、ハイデルベルグよりちょっと北にあるんですね。ウォルムス町における、面白い大事な、記念物2つがあるんです。その大事な記念物2つのうちの1つはこれです。キリスト教会を代表するマルチン・ルーターの記念所、そしてこれをルーターといえば宗教改革です。In Worms, etwas nördlich von Heidelberg, ist eine Stadt in Deutschland, in der es zwei wichtige Gedenkstätten gibt. Das ist eine davon. Und zwar hier die Büste, die Statue von Martin Luther, und zwar die Gedenkstätte der Reformation.マルチン・ルーターの改革のスタート、原点、その時点はここ、ウォルムスにあった
と考えればいいんです。Die Reformation hat genau hier in Worms begonnen, so kann man das sehen. これは、紀元1517年でした。Das war 1517. で、宗教改革の記念物はキリスト教会を代表する。それとして有名だったんですね。Das ist die Reformationsgedenkstätte, die die Gemeinde Jesu, die Christenheit repräsentiert. で、もう一つの記念物はこれです。よく見てもよくわからないような何々公園。これは墓地です。ただし、普通の墓地ではありません。これはユダヤ人墓地。で、面白いのは、これはアルプスの北側にある中央ヨーロッパのアルプスの北側を見れば最も古いユダヤ人墓地であるんです。墓石はなんと11世紀の墓石まであるんです。Das ist der zweite, die zweite Gedenkstätte, ein Judenfriedhof. Das ist der älteste Judenfriedhof, nicht nur in Deutschland, sondern nördlich der Alpen in Zentraleuropa. Und wir haben Gräber, die bis ins 11. Jahrhundert zurückreichen. だから、11世紀、今から1000年前ですね。今から1000年前でも、ユダヤ人がこの地方に散らばっていたんですという証拠なんです。Also, vor etwa 1000 Jahren gab es schon versprengte, zerstreute Juden in unserer Region. Das ist der Beweis dafür. これ2つは同じところにあるんですね。Worms。で、これは2つの重点を意味しているようなものです。キリスト教会、ユダヤ人、対立しているようなものでも対立はしてないはず。それについて少し今日勉強したいと思います。Das sind zwei Gedenkstätten in einer Stadt, die Christenheit und das Judentum, die eigentlich nicht sich gegenüberstellen sollten und trotzdem sich gegenüberstehen. Aber was das zu bedeuten hat, das wollen wir heute miteinander lernen. そのままにしておきます。資料を見ましょう。イスラエルについて学ぶときには、まず1のところです。イスラエルの選びというところから学ばなければならないんです。私はこの進歩進め方は1、2、3、4あたりまではさーっと早く行ってみたいと思います。時間の限りもありますから。Ich möchte von 1 bis 4 ganz schnell durchziehen. Wir müssen jetzt bei 1 anfangen. Da geht es die Erwähnung und Berufung Israels. そこでは聖書を開きますと、どうしても創世記12章のところを引用しなければいけないです。Da müssen wir 1. Mose Kapitel 12 anführen. ちょっと読みします。その後、主はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。質問。その時キャベツが1. Mose Kapitel 12 1 bis 3 gelesen. Ichwill dich zum großen Volk machen, geh in das Land, das ich dir zeigen werde, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. 質問ですけれども、アブラハムはどの民族の人物だったんですか？イスラエル人と言ってはいけません。アブラハム以前にはイスラエルという民は存在はしません。どこの人ですか？ Zu welchem Volk gehörte Abraham? Man darf nicht sagen Israel. Denn das gab es noch nicht. 誰でしょう？ユダヤ人は存在しない。イスラエルイコールユダヤ人。イスラエル人イコールユダヤ人。その区別は多少あるんですけれども、イスラエルは全体、ユダヤ人はユダ族の
子孫でもあるんですけれども、今現在になってからユダヤ人といえば、これはイコールイスラエル人の意味です。だからイスラエル、ユダヤ人はまだ存在しません。誰も分かりません。Wir wissen nicht, zu welchem Volk Abraham gehört. 当時には、なんかこう決まった民族、決まった国家みたいなものはわずかしかなかった時代である。で、国家といってもでっかいものかちっちゃいものか、もう民族であるか、部族であるかよくわからないような時代です。アブラハムは今のイラクの南部あたりに住んでいた。それはわかります。Wir wissen, dass Abraham im Süden von Irak gelebt hat. Aber wir wissen nicht, zu welchem Volk, weil wir können die Völker und Nationen und Länder nicht so zuordnen, wie wir das heute können. で、アブラハムの素晴らしいところ、特別なところ、特徴は、神様のところがスタートしないといけないんですけど、神様が手を伸ばして、アブラハムという人物を捕まえて、それは全人類の中から一人を選び出して引っ張り出して、お前を大きな民族にすると約束する。これがイスラエルの選びの原点である。そこには不思議な一つがあるんです。Gott hat praktisch in die Völkerwelt hineingegriffen und eine Person, den Abraham, herausgegriffen und sagte, ich will dich zum großen Volk machen. だからイスラエルのその民の原点はアブラハムその人なんです。どうしてか、私たちにはたくさんの答え聖書から言えるかもしれないんですけど、答えはこれですというところはないんです。神様が理由があってこのアブラハムを選んだんです。選び出した。 Warum gerade den Abraham? Es gibt viele Antworten aus der Bibel, aber es gibt die eine Antwort, dass man sagen kann, deshalb hat Gott Abraham gerufen. Aber es war Gottes Plan und Gott hatte seine Gründe, Abraham zu rufen. で、アブラハムを選んで約束の国に行きなさい、それはイスラエル、カナン地であるということまで説明しないで、私はあなたをそこへ導いてあげるからという説明だけでそこへ行かせたんです。Gott hat zu Abraham gesagt, geh in ein Land, das ich dir zeige, ohne zu sagen, dass das Kanaan ist. Ich werde dich dorthin führen. そして、あなたを大きな民族とする。さて、アブラハムと神様の関係、そこが大事なポイント。Wenn wir über dieses Verhältnis nachdenken, das Verhältnis zwischen Abraham und Gott, da ist der springende Punkt. Mari no minzoku, Mari no zenjinrei wa sorezore jibun no kamigami wo ogandari, jibun no shūkyō wo daiji ni shitari shita desu. Abraham mo sō datta n deshō, motomoto wa. De soko kara hippari dashite, kami-sama to no kankei wo motaseta.そこからアブラハムのその信仰の神様との関わりが始まったんです。Gott hat den Abraham herausgerufen aus einer Welt von Ungläubigen, die alle davon gelebt haben, ihre Götter hatten, ihre Religion hatten, und der Glaube, die Verbindung Abrahams zu Gott hat hier begonnen, wo angefangen hat, sein Vertrauen auf Gott zu setzen und gehorsam zu sein. Das ist ein Geheimnis.Aber es ist nur die Tat Gottes. これは本当に秘密のような奥義なんですけれども、しかし神様が行動しているところなんですね。だからイスラエルの選びはアブラハムのところでその原点があるんです。だから1の B もそうですけど、イエスが資料のところ1の B、 イスラエル民の原点は15章を一度開きましょう。似たような約束も一度アブラハムに与えたんです。創世記15章の、18から21ですけれども、ごめんなさい、誰か開いてられる人がいれば誰でもいいですが、大きい声で、私より早いんですよ、どうも。15章の18から21、お願いします。15章の18。15章、次です。
B ですね。1から6。ごめんなさい。はい、1から6です。ごめんなさい。はい、ありがとうございます。あ、じゃあ読みます。はい、お願いします。これらの出来事のうち、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神、主よ、私に何をお与えになられるのですか。私には子がありません。私の家の相続人は、あのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。ちなみにアブラムは、ご覧ください。さらにアブラムは、ご覧ください。あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるのでしょうと申し上げた。すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの跡を継いではならない。ただあなた自身から生まれて出てくる者があなたの跡を継がなければならない。そして彼が外に連れ出されて仰せられた。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はその彼の義を認められた。はい、ありがとうございます。ごめんなさい。はい、これはアブラハムの疑問だったんです。私たちに子供はいない、未だにいない、どうやって。で神様はこのどうやって子供ができるかという詳しい説明せずに、ただ空を見なさい、夜空のその星の数、このようにあなたの子孫をする。Also Abraham hatte die Zweifel, wie soll das gehen? Wir haben keine Kinder. Und Gott sagt ihm nicht, wie im Einzelnen sie Kinder bekommen werden, sondern sagt nur, gib ihm nur die Verheißung, schau die Sterne an, so viel wird es werden. で、その時に1の C ですけど、アブラハムとの契約が結ばれました。Und das ist jetzt 1C. Abraham, mit Abraham wurde ein Vertrag geschlossen. 神様とアブラハムの間の契約が、これはですね、これも15章の18から21のところ、これも読んでいただきたいです。15、18から21。その日、主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川から、あの大川、ユーフラテス川まで。もう少し。ケニ人、ケナズ人、カデモニ人、ヘテ人、エリシ人、エファイム人、エモリ人、カナン人、ギルガシ人、エブス人。はい、これはカタカナの方が多いんですけれども、地名なんですね。Wir sehen jetzt bei 1c, der Vertrag, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Wir haben gelesen, Kapitel 15, 18 bis 21, wo Gott ihm sagt, welchen Bereich er ihm zum Land gibt. この地名はもちろん今のイスラエル、カナン地、また今のところより大きい範囲のものを指してるんです。ただし面白いところは、契約といえば大抵、2人がいるんです。2人の間に契約をするんです。でそれぞれが何か約束するのは契約の特徴なんですね。でそれに同意してサインをして契約が有効になるんです。 Wenn man von einem Vertrag spricht, dann sind immer zwei Parteien nötig. Beide Parteien versprechen etwas, sagen etwas zuUnd daraufhin wird die Unterschrift gesetzt. Aber hier ist es etwas anders. ただし、ここはちょっと違うんです。ここはですね、契約といっても、まあ、契約と書いてありましたね。15章、今読んでいただいたところ、18節。契約を結んで仰せられたとあるんです。ただし、この契約は、アブラハムから何を要求するんですか？何も要求しないんじゃないかな。信仰と服従以外は。
でも契約といってこれは神様の一方通行みたいな一方的な約束の契約です。これはいわゆるアブラハムに対する契約と言われるんです。ちょっとドイツ語で、Der Vertrag hier ist etwas anders. An diesem Vertrag wird von Abraham nichts erwartet, außer dass er folgt und dass er glaubt. Aber alles andere ist eine einseitige Zusage Gottes, wo Gott einseitig ihm etwas verspricht. Und das ist das Besondere an diesem Bund mit Abraham. だからイスラエルは契約的に選ばれた民族と言ってもいいんですけど、wir dürfen sagen, dass Israel das erwählte Volk nach dem Bund Gottes ist. ただし、そこには神様の一方的な約束以外は何の契約的なものがないというところが目立ってるんです。これは非常に大切な基本ですから、それだけちょっと詳しくやるつもりだったんです。Also dieser erste Bund mit Abraham ist ein einseitiger Bund Gottes und das ist ein ganz wichtiges Fundament, um über Israel zu sprechen. Deshalb möchte ich es etwas ausführlicher zu machen. 神様の契約といっても神様の約束の契約です。で、詳しくもう一度まとめて一言で言えばどういう内容ですか？私はあなたを大きな民族にする。私はあなたにこの土地を与える。これは誰が言うんですか？聖霊の機関ではないです。まことの全能の神がそれを言うんです。だからそれは誰が破ろうとするのかと思うんですね。破られない約束であるんです。だからこれは永遠の約束であると言ってもいいんです。Das ist dieser einseitige Vertrag Gottes. Das ist die Grundlage. Nicht eine Regierung, nicht ein Mensch hat Abraham das zugesagt. Wenn man den Inhalt zusammenfasst, ist es, ich will dich zum großen Volk machen und ich will dir dieses Land geben. Und diesen Vertrag kann kein Mensch aufgeben. だからこそ今大きな大きなステップしましょう。1時間先まで、あ、このセミナーの終わりまで。イスラエルが1948年からさらに再び国家になりました。これこそはここの創世記12章と15章の神様の約束の証拠であるに違いない。すごいことです。考えればこれは誰も人間的な機関たとえ政府を破ることはできない。相手は全能の神であるからこそ、相手はイスラエルであるわけじゃなく、相手は神である。よろしいですか？これはイスラエルについて考えるときの基礎です。ここから全ての考えスタートしないと何かがあるからです。Also es gibt keine Gewalt auf der Erde,die diese Zusage Gottes aushebeln könnte. Alles, was sich gegen Israel kehrt, ist eigentlich nicht gegen Israel, sondern gegen den lebendigen Gott, der diese Zusage gegeben hat. Das ist das Besondere. Deshalb ist seit 1948 wieder ein Staat Israel da. Und deshalb, auch wenn sich viele gegen ihn kehren, es wird nicht möglich sein, ihn auszulöschen. Und alles, was wir über Israel denken,Und Lernen muss von diesem Tatbestand ausgehen. Sonst ist irgendwo was verbogen, wie das nicht von Israel. いいですね。第一の契約はアブラハムに対する契約。契約といっても約束です。Der erste Bund ist der Bund Abrahams und das ist eine Zusage. Nur eine Zusage. さて、第二、これは早くやりましょう。イスラエルの、名前。ヤコブの使命の変更が目立つんです。ヤコブはヤコブという名前を持ってるんですけれども、出来事があって今時間のためには読みませんが、ここには きちんと全部書いてあるんですから、どうぞ自分でもう一回、復習
Schnara demo, Jomini natte gudasai. Wir lesen jetzt die Verse nicht, wo hier dabei stehen. Das darf jeder nochmal zu Hause nachlesen, wenn er möchte. Aber der Name von Israel ist entstanden durch eine Änderung des Namens von Jakob. Jakob ga kamisama no mitsukai to tatakai nara atarashii namae o uketa desu. これは約束の地に再び戻って入ってくる手前の時だったんですね。のところだったんですね。そこでお前の名前をイスラエルと言おうと言われるんです。Jakob bekommt bei dem Kampf mit dem Engel des Herrn, als er zurückkommt ins Land, den neuen Namen, dass er ihm sagt, du heißt zwar Jakob, aber du sollst Israel heißen. Das hatte Israel の名前の意味は神と戦うもの。神の戦士。神の勇士とも言える。こんなような意味があります。Der Name Israel bedeutet, der mit dem Herrn kämpft oder der Kämpfer, der Streiter des Herrn. 神様に対するという意味よりも神様と一緒にという意味になったわけですね。戦うのは。Also nicht der, der gegen Gott kämpft, sondern der mit Gott kämpft. これでイスラエルという名前だ。でいいですか、もう一回この大きな、さっきの大きなステップ、1948年までのステップを見ると、その当時には、今から60何年前ですね、その当時には、さあ、新しくできるユダヤ人のこの国家は何、どんな名前をつけようかといろんな提案があったんです。でも最終的には、イスラエルに同意したんです。聖書から見れば、当然です。当然です。その時点においてはいろいろ論争があったんです。最終的にはイスラエルだったんです。Wenn man 1948 anguckt, sie haben miteinander diskutiert und gestritten, wie der neue Staat heißen soll. Verschiedene Namen waren da, aber es wurde Israel. Wir können sagen, das ist das selbstverständliche Ergebnis nach der Bibel. Auch wenn sie in der Situation miteinander darum gerungen haben. Der Name ist Israel. Hi, それは名前です。で、さん、行きましょう。イスラエルの約束された国と聖地、どうぞ前に見てください。ヨシュア時代になります。イスラエルの十二部族が与えられた土地、das ist so die Landkarte von dem Gebiet, das sie zur Zeit Josuas zugeteilt bekommen haben, als sie aus Ägypten zurückkamen. だからアブラハムの時代があってから、アブラハム、イサク、ヤコブ三代がそこに住んでから400年間エジプトまで行ってきたんです。そしてそこから連れ戻すのはモーセとヨシュアなんですね。でヨシュアの時代にこの約束の土地に再び入るんです。でその時にこの部族の領土が決められるんです。Also nachdem Abraham, Isaac und Jakob drei Generationen dort gelebt haben, sind sie für 400 Jahre nach Ägypten und dann mit Mose und Josua zurückgekommen und haben dieses Land wieder eingenommen und haben diese Zuteilung bekommen. Levi がそこに載ってない意味は分かりますね。Levi はそれぞれの部族の中に決まった都市をいただいたわけです。最初の部族として。Hier fehlt der Name Levi als Stamm, aber die Leviten haben eben ihre Levitenstädte bekommen in all diesen Erbteilsgebieten. これは与えられた土地です。よろしいですか？もう一回復習。誰がこれをイスラエルのために与えたのか。人間的に言えば彼らは戦えなければならなかったんです。エリコの町の壁の崩壊とか そんなことを考えるといろんな出来事の話があるんです。記録があるんです。彼らは一生懸命戦ったんですけれども、最終的には与えられるのは神なんです。神様が約束して与えたんです。 Also wer hat dieses Land eingenommen?Menschlich gesprochen waren es die Israeliten, die gekämpft haben. Aber unterm Strich war es
Gott, der das Versprechen gegeben hat, das ist euers. Vierate, zensekaini chirawa sareta no wa, koko no dekigoto no yaku 400 nen ato dake desu. So shite, yaku 2000 nen kan chirawa sarete ittan desu. Sore demo kono yakusoku wa, yaburare nai tokoro wa, mezurashii desu. Sugoi desu. Also, 800 Jahre nach diesem Ereignis sind sie in alle Welt zerstreut. Und dann waren sie 2000 Jahre in der ganzen Welt zerstreut, seit der Römerzeit. Aber wieder in diesem Land. Warum? Weil Gott das Versprechen gegeben hat. Weil es nicht ein menschliches ist. Sate, Yom. Israel to Lippo. Israel to Lippo. Kore wa Israel no jidai. Chotto mae no hou e susunde ikimasu. Ato de mata modorimasu. はい。これよ、資料にもあります。白黒であります。ちょっとドイツ語の資料を使って申し訳ないです。Das gibt's auch auf unseren Blättern. Leider ist es ein deutscher Druck. 上の方は左側に神と人類と書きました。その関係はアブラハム以前まで、アブラハムの時まであるんです。アブラハムの時点からは神とイスラエルの時代が始まるんです。だから、創世記の1章から11章いっぱいまではイスラエルはまだ登場してないんです。Also, 1. Mose 1 bis 11 gibt es noch kein Israel. Das ist Gott und die Menschheit, die Geschichte. Und ab Kapitel 12 ist dann Gott und Israel. で、そこで第2の契約、イスラエルとの契約について、資料の4というところですけれども、ここは立法について考えなければならないです。A の方は今読ま、聖書のところは読まないで申し上げるだけですけど、神のご啓示、神がご自分をこう示してくださるところどころ漢字は間違ってるかもしれないですけど、直していただいたつもりですけど、ちょっと修正のところで見抜いたところあるかもしれないですが、許してください。神の啓示、Das erste bei 4a, Gott offenbart sich. これはモーセがこの燃える芝、炎で燃えてる芝、それでも焼き尽くさない芝の前に呼ばれてるところの話なんです。Das ist die Geschichte bei 4a, wo Mose vor dem brennenden Dornbusch berufen wird. そこで神様は自分を紹介してるんです。自己紹介。私はこういうものです。私はこういう神様です。と言いながら。で、一番なんですか中心的なところは、私は私である。と言ってるところです。Hier stellt sich Gott vor bei Mose vor dem brennenden Dornbusch und die deutlichste Stelle, wo er sich vorstellt und sagt, so bin ich, ist, wo er sagt,Ich bin der Ich bin. というのは、神様を定義することは人間にはできないということが決まるところですね。定義しても、これは神様の全てを表すものじゃないですから、人間には神を定義することは不可能である。神は最高の方、全能の誠の神である。自分を紹介しています。Und das ist die Stelle, wo Gott sich vorstellt und sagt: Du Mensch kannst mich nicht definieren. Ein Mensch schafft es nicht, Gott zu definieren. Jede Definition grenzt Gott ein. Und es gibt immer mehr, als eine Definition aussagen kann. Und er sagt: Ich bin Gott, das reicht. Ich bin der Oberste, der Heilige, der Allmächtige. で、この方は、私はイスラエルの神。自分を啓示してくださる不信です。Dieser Gott sagt, ich bin der Gott Israels. Und das ist interessant, warum? 私たちは日本から来て日本の神様という表現をしています。インドに行けばインドの神様という表現もあるんです。
それぞれの民族にはそれぞれ自分で神様だと思っているものを愛しているものがあるんです。Wenn wir nach Japan gehen, sagen wir die Götter Japans. Wenn wir nach Indien gehen, gibt es indische Götter. Jedes Volk hat seine Religion und das, was es als Götter bezeichnet, wird verehrt. Israel は自分でこれは神様と決めたものはないんです。逆です。イスラエルの場合は神様の王から私はこれですと自分を紹介してくださるんです。Nur bei Israel ist es anders, weil Israel hat nicht jemand, den es sich selbst zu Gott gemacht hat, sondern da ist es andersherum. Gott sagt von sich aus, ich bin der und der und ich bin dein Gott. だからイスラエルの神を通して全ての人類に救いが与えられると言っては正しいんです。だから新約聖書にイエスの言われる言葉の一つですけど、救いはユダヤ人から来るという表現もあるんです。でもユダヤ人に目を留めてはいけない。ユダヤ人を通して誠の神様に目を留めるべきですね。Deshalb ist es recht, wenn die Bibel sagt, das Heil kommt von den Juden oder in dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erde. Aber es geht nicht darum, Israel zu verherrlichen, sondern durch Israel hindurch den wahren Gott zu finden. これは神様が自分を啓示しているところです。さて、B10 回が与えられる。10回。B heißt die 10 Gebote werden erteilt. これはイスラエルに与えられたものです。10回の与えられる意味は何ですか？ Warum werden die 10 Gebote erteilt? 今はですね、ここですね。ここですね。これは旧約聖書の歴史全体ですけれども、この10回のところです。Das ist die Stelle, wo die 10 Gebote gegeben werden. Warum werden sie gegeben? なぜ与えられるのか？第2のイスラエルとの契約が立法、戒めの契約である。Der zweite Vertrag, der mit Israel geschlossen wird, der zweite Bund, der eigentliche alttestamentliche Bund, ist der Bund des Gesetzes. そこには二者が対処している二人がいるんです。神とイスラエルと。神様はあなたにこれだけの祝福を与える。しかし、条件があるんです。というんです、今回は。条件は、あなたが私に従うべきです。これは、立法の契約とも言われるんです。これは、旧約とも言われるんです。私たちの旧約聖書の意味はそこから来るんです。旧約。新約に対して。Also das ist der alte Bund. Das ist der Bund, der Bund des Gesetzes genannt wird. Wo Gott ein Gebot gibt und eine Zusage damit, aber sagt, die Voraussetzung ist, dass du Israel dieses Gebot hältst. Nur durch das Halten des Gebotes bleibt der Vertrag offen. Hier ist ein Kyriakua. 10回、神様が与える10回に対しての服従であるべきです。さて、4の C、イスラエルがなぜ選ばれたのか、これちょっと開きたいんです。これだけ開きたいんです。なぜイスラエルが選ばれたのか。イスラエルは優秀な国だからこそではないんです。Bei C heißt es, warum wurde Israel erwählt?これはさっきのアブラハムが選ばれる時の意味的にも同じところですけれども、ここはきれいに持ち出されているんですね。ちょっと新明記7の6から8読んでくださる方いますか？はい、はい、お願いします。あなたはあなたの神、主の聖なる神だからである。あなたの神、主は地の表のすべての国々のための力、あなたを選んでご自分の宝の民とされ、主があなた方を恋したって、あなた方を選ばれたのは、あなた方が
コノの民よりも数が多かったからではない。事実、あなた方はすべての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし、主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家からエジプトの王、ファロの家からあなたを払い出された。はい、ありがとうございます。なぜ選んだのか。神様があなたを愛したから。他ならない。そして自分のアブラハムの時に与えられた約束の契約を守るため。Jetzt in Deutsch. Wir haben bei, wir sind bei 4c und da gibt es bei 5. Mose 7, 6 bis 8 den, die Erklärung, warum Israel erwählt wurde. Nicht, weil es ein großes, ein besonderes Volk ist. Es wird hier ausdrücklich gesagt, nicht weil du groß wärst, sondern nur weil der Herr dich geliebt hat und dir den Bund mit den Vätern, das ist Abraham, halten. Gottes Treue und Gottes Liebe, deshalb erwähnt. Dara jukkai to itte wa kamisama no ai no shirushi de aru to. Oboite itadakitai desu. Jukkai o mamoreba zettai ni inochi no michi de michibikarete desu. Deshalb sind die 10 Gebote zum Beispiel der Beweis der Liebe Gottes. Wer die 10 Gebote hält, wird auf jeden Fall zum Leben kommen.ただし、守らなければという条件なんです。Nur es gibt eine Voraussetzung, du sollst ja, さて質問、イスラエルはそれを守りましたか？守れない。Nein. Die Frage ist, hat Israel diese 10 Gebote gehalten? Nein. なぜ守らないのか？答えは一つしかないです。まあ、守りたくないと言ってもしょうがないんですけど。守れない。守れないか。守る能力はない。イスラエルにもない。一般の他の全人類の人にもない。神様の戒めをきちんと 100% 漏れなく 100.00% 守る力は人にはありません。って、まあ、フルスト付け加えられたいんです。あとは。Warum hat Israel die Gebote nicht getan? Weil sie es nicht konnten. Und so wie Israel es nicht konnte, kann es kein Mensch auf der Erde. Das geht nicht. Die Fähigkeit ist nicht die Menschen. Und wenn es 99% hält, 100% schafft er nie.できません。10回から始まる神様の戒めは神様の正義、神様の正義、神の 100% の神であるという基準を表すものです。Die Zehn Gebote und alle Gesetze Gottes zeigen die Heiligkeit und Größe und Herrlichkeit Gottes. でこれだけ神と人は離れてるわけです。Und so weit ist Gott und der Mensch auseinander.イスラエル人であるかないか別に構いません。じゃあイスラエルの特徴はどこにあるか。選ばれたもの、それがあるんです。だからイスラエル konnte es nicht halten, die anderen Menschen können es auch nicht halten. Wo ist der Vorteil Israels? Es ist herausgewählt. それなら神様ときちんとした持つべき関係はどうやって持てるか。Wie kann man dann diesen, die Verbindung mit Gott halten, die Gott möchte? Mit dir ist es schon ein. Megumi, Yurushi, Kami no Jai niyotte no Megumi. Shikashi Megumi no Michi ga aru desu. Koko wa Shin Yaku ga hitsuyou naru desu. Kiristo Yesu ga Kami no Kohitsuji toshite Zen jinrui no Tsumi no Tame ni Shin ga nakeru ga naru wa.これによってしか神様の基準に合うことができないです。これはイスラエルは学ばなければならないです。
Wie kann der Mensch dann diesem Maßstab Gottes gerecht werden, wenn er es von sich aus nicht kann? Hier gibt es nur einen Weg, und das ist der Weg des neuen Bundes, dass Gott seinen Sohn Jesus schicken musste, der als Lamm die Sünde der Welt trägt und dadurch mir Vergebung und Gnade zuteil hat und ich in die Gemeinschaft mit Gott komme. Dara kyriakusesho, kyriakugareba, shinyakugaichionaisa. Wenn es einen alten Bund gibt, muss es praktisch einen neuen Bund auch geben. 4の D のまとめもあるんですけれども、モーセイスラエル民との契約、これは今開かなくても結構ですけれども、出エジプト19章3から8にこの契約がもう一度、書いてあります。 In 2. Mose 19 3 bis 8 steht nochmal dieser Vertrag, den Gott hier schließt: Wenn ihr folgsam seid, dann will ich mich zu euch halten.で、今度は5、祝福と呪いの約束。これは当然な結果です。Wir kommen zu 5. Die Verheißung von Segen und Fluch. Das ist eine ganz natürliche Folge. あなたは今しめを守れば、私はあなたを祝福する。今しめを守らなければ、私はあなたを呪う。という約束を与えるGott gibt das Versprechen, wenn ihr die Gebote haltet, werde ich euch segnen. Wenn ihr sie nicht haltet, werde ich euch fluchen. これは契約の条件ですね。で、6へ進んでいきます。イスラエルが裁かれる。なぜ裁かれるかという質問はもう皆さん分かってるはずです。6 heißt, das Gericht über Israel. Warum Gericht über Israel? Das müsst ihr jetzt jeder wissen.守れなかったから。で、ここにこの6にあるものは非常に歴史的な重い出来事がまとまってるんですけれども、 hier in Punkt 6 habe ich viel geschichtliche Tatsachen zusammengefasst。 国家としての終了というか、そうですね、終了、やめるんです。国家としてはバビロンの州の時に国家は病んだんです。ただし、これは聖書に書いてあった通りのことなんです。4の D のに書いてあるそれぞれの聖句、これ読んでいただいては一番いいんですけど、どうぞぜひお家で自分で勉強してみてください。ここには具体的にこの呪い、この裁きについてのことが書いてあるんです。ここにこそ、出エジプト記、レビ記、申命記の2箇所、ここには具体的に全世界へ散らばされるという約束が具体的に書いてあるんです。そしてもうその上に、そこからまた連れ戻されるという約束が書いてあるんです。Also in 4D stehen die Bibelverse, Bibelworte, die wir auch bei 6 jetzt bräuchten. Diese vier Stellen aus 2. Mose, aus 3. Mose, aus 5. Mose, zwei Stellen bei 4D. Da steht ganz genau, wie Gott verheißt, dass sie in alle Welt zerstreut werden, aber auch, dass sie aus der ganzen Welt wieder zurückkommen werden. で、6にあるのはイスラエルが裁かれる。その内容はまさしく 4D の成就であるわけです。Was in Punkt 6 steht, ist die Erfüllung von dem, was bei 4D genannt worden ist. 国家としてやめる。バビロンの州、これは70年間。Es hat der Staat aufgehört und da kam die babylonische Gefangenschaft 70 Jahre. さて、バビロンの州から帰ってくるときには回復与えられたじゃないかと思うんですけれども、実は国家にはならなかったんです。再びその時には、 Als sie von der babylonischen Gefangenschaft zurückkam, dachte man, jetzt geht's wieder los in Israel, aber sie sind nicht mehr ein Land geworden für sich, kein Staat für sich. その時からこそ、いいですか、紀元前586年バビロンの捕囚の始まりから1000
1948年まで国家としては存在しない。イエスの時代の時にでも国家じゃないんです。ローマ帝国の一部です。民族は残ってるんですけど、Also seit 586 vor Christus 6b babylonische Gewerkschaft Anfang bis 1948 gab es keinen Staat Israel, auch zur Zeit Jesu nicht. Da waren sie Teil des römischen Reiches, auch wenn sie als Nation da waren, als Volk. Aber es gab seitdem nie mehr einen Staat Israel. Da war Kosovo. 1948 war私たちにとって、非常に大切なあの日程なんです。非常に大切な日程です。そこからこそ神様の最後の働きのスタートがあったんです。Das habe ich für uns das Jahr 1948 so wichtig, weil ab da gab es einen Beginn der letzten Taten Gottes in der Israel. エルサレムのごめんなさい、何と読むんですか。破壊ですね、破壊、はい、C ですね、6C、エルサレムの破壊、紀元71年と135年、キリストがお生まれになって70年後から、ローマ軍はエルサレムを壊したんです。エルサレムは71 nach Christus und 135 nach Christus。Wenige Zeit nach Christus。durch die Römer, die das, die Stadt zerstört haben. で、71年に破壊したんですけど、で、さらに戻り始めたら、135年に完璧に破壊して、神殿あったところに、ローマのその神々の宮殿みたいなものを、神殿を作って、そしてイスラエル人にエルサレムの地に戻ってはいけませんという命令を出して、戻った人はその場直接殺されるという命令が出されたんです。135 nach Christus war der letzte Befehl des römischen Reiches, wo die Römer gesagt haben, Jerusalem wird dem Erdboden gleich gemacht, an die Stelle des Tempels kam ein römisch-heidnischer Tempel.Und kein Jude darf nach Jerusalem zurückkommen. Wer zurückkehrt, wird sofort getötet. その時からエルサレム、いや、ごめんなさい、ユダヤ人は全く全世界に散らばされるようになった。Von da an sind die Juden in alle Welt zerstreut. 出エジプト記19章と申命記4の D にある新明記の29章を読めばきれいに書いた通りです。文字通りに書いてある。 Genauso wie es in 2. Mose 19 bei 4d und 5. Mose 29 steht, wortwörtlich wie es da steht geschah es. 面白いところは説がいろいろあるんです。2000年間散らばされてるんですから、散らばされてた説の一つは、おそらく日本の北部、北海道あたり、秋田あたりにもユダヤ人が来たじゃないかという説が一つあるんですね。ご存知ですか？ある面白い説聞いただけで、どう考えたらいいのかよくわかんないんですけど、あの日本の神道は実はユダヤ教のから生まれてたじゃないかという説まであるんですよ。これは、まあ、しょうがない説なんですけど、調べてもわからないんですけれども、でもこれだけの説があるほど全世界に影響を与えられたんです。Also es gibt verschiedene Gerüchte und verschiedene Annahmen, Theorien, dass die Israeliten in alle Welt zerstreut worden sind, bis dahin, dass manche sagen, in Hokkaido oder Akita in Japan sind die Juden auch angekommen, und bis dahin, dass einige sagen, der ganze Shinto-Glaube kommt eigentlich aus dem jüdischen Glauben heraus. Man kann dagegen nichts sagen oder dafür nichts sagen, das lässt sich nicht nachweisen, aber es ist interessant, dass solche Theorien entstanden sind. In der ganzen Welt gab es Auswirkungen.
最近もっと民族として部族としてイスラエルに戻ったところは南インドからのあるかなり大きなグループです。マナセ。これマナセね。これマナセのグループが残ったグループが南インドに派遣したんです。もちろん外から見てインド人のような人なんです。でも彼らのそういう伝統があって儀式が残って、マナセというような名前の表現まで残って、イスラエル政府にその民族として認められて戻ったんです。これはつい10年前からの話なんです。 Also es gibt ein ganz konkreten Beitrag dazu aus Südindien. Es ist eine Gruppe von Menschen, die eigentlich aussehen wie Inder, zurückgekehrt nach Israel in den letzten 10 Jahren. Die rechnen sich zum Stamm Manasse. Sie haben verschiedene Überlieferungen in ihrem Stamm, sie haben verschiedene religiöse Bräuche und auch Namen dieser ähnlich wie Manasse klingen. Und der Staat Israel hat nachgeforscht und hat sie anerkannt als nachfolgende Nachfahren von Israeliten, die dahin zerstreut waren, und hat sie zurückgeholt nach Israel. Da hat sie sich gerade immer Motorotokoro. Loko di, Kuniguni no aida ni chia sareta. という約束なんだったんですけれども、これは事実だったんです。さて7いきます。もう15分ぐらいください。7いきます。イスラエルに与えられた約束は、これは今飛ばしてもいいと思いますけれども、さっきの約束のまとめなんです。永久の永遠の選びという約束、またメシアの第1回目の登場の、約束もあったんです。7 spricht von den verschiedenen Verheißungen, die Israel bekommen hat. Das ist nochmal eine Wiederholung des bisher Gesagten. 7a, die Verheißung der Erwähnung. 7b, der Messias wird das erste Mal kommen. Isaiah 7 章, 9 章, 11 章, 53 章, 3 章, 53 章ください。そういうところを見れば、この第一回の登場。Das erste Kommen des Messias als leidender Messias aus Jesaja 7 und 9 und 11 und 53 ersichtlich. Kuni no Metsubo, Zensekai no Chirashi. これも約束された通り。で、終わりの時代の民としての回復。これも約束通り。そして、国家イスラエルの復活。これも約束通り。これは今は 7E ですね。 7E はエゼキエル37章、例えば見ればきれいに書いてあるんです。そしてメシアの再臨、再び来ること。 Das sind verschiedene Verheißungen bei 7, auch die, dass Israel am Ende der Tage wiederhergestellt wird, dass es als Staat wieder entstehen wird, 7E, Ezekiel 37, und dassで、メシアス wiederkommen wird。そのメシアの再臨は特に旧約聖書はダニエル書7章と書いてあるんですね。で、der Messias wiederkommen wird, das steht besonders in Daniel 7。イスラエルの終わりの時代の民としての回復。これはもう一つの、年月を、説明したいんです。Bei 7D habe ich geschrieben,dass am Ende der Zeit, in der Endzeit, wird Israel wiederhergestellt. Hier gibt es noch ein Jahr, das ich uns nahe bringen möchte. 終わりの時代はいつから始まったのかと、聞く人がいるんです。Es gibt Leute, die sagen, wann hat die Endzeit begonnen? 聖書の約束は前もって説明できないことはあるんです。約束が成就してからはっきりと分かるようになるというシステムがあるんですね。成就してから、なるほど、成就したじゃないかと分かるようになるんです。これは聖書の約束、これは聖書の予言の特徴であるんです。Die Verheißungen der Bibel, die Prophezeiungen der Bibel, kann man im Voraus nicht bestimmen.
Das könnten wir auch sagen, wann Jesus wiederkommt. Sondern wenn sie erfüllt wurden, erkennen wir sie. Ah, sie sind ja erfüllt. Im Nachhinein. Denn ここはですね、一つの年月どうしても言いたいんですけれども、さっきから何回も1948年申し上げました。Es gibt eine Zahl, die habe ich schon öfters genannt, jetzt ist 1948. Israel が国家として復活した年月です。Das ist ein Staat wieder entstanden. しかしその前にもう一つ大事な年があるんです。Es gibt noch eine Jahrzahl weiter vorne, die ist wichtig. 1882年。ここに書いてないんです。ごめんなさい。1882年、その年に初めてヨーロッパの地からイスラエル人がさあ私たちの先祖の国へ帰ろうではないかと立ち上がって運動を始めて帰るようになった。ヘルツェルという人物がスイスのバーゼルに住んでたんですけど、有名なユダヤ人がそれをスタートさせた人なんです。1882 war die erste Bewegung als Bewegung. Lasst uns zurück nach Israel gehen. Theodor Herzl hat in Basel in der Schweiz gelebt als einflussreicher Jude und hat diesen Anfang des Heimgehens eingeleitet. Aria, 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 A-L-I-N-A, Aria, とヘブル語で言うんですけど、Aria は都のぼりという意味があるんです。で、Aria はイスラエルへ帰る運動という運動の代名になったんです。最初のAriaは1882年ということで、1882 war die erste Aliyah. Aliyah ist Hebräisch und heißt Heim nach Israel, hinauf nach Jerusalem. Und das wurde zum Ersatznamen für die Heimkehrbewegungen. Und die erste Aliyah, die stattfand, war 1882. 1882年から、だからある人は今から百何十年経って時ですけれども、ある人はあの時点からこそ終わりの時代が始まったはずだと言ってるんですね。Es gibt Leute, die sagen, von diesem Zeitpunkt an ist mit Sicherheit die Endzeit angebrochen. 私もそう思います。その時にはそうは言えなかったかもしれない。今から振り向いてはっきりと言えるんです。Ich weiß das auch.Damals konnte man das noch nicht so sehen und sagen, aber jetzt, nach über 100 Jahren, kann man zurückschauen und sagen, so was. はい、ちょっと見せたいものがあります。1878年に、アリアの前に、すでに、キブツというものが、ペタフティクワという地にあったんです。これは最初のイスラエル人によって作られたキブツ。わずか数人、アリアという運動ではなかったんです。Das erste Kibbutz, das in Israel entstand, war Petach Tikva, ein berühmtes Kibbutz. Und das schon 1878 vor der ersten Aliyah entstanden. 今日の同じところです。右側を見れば。すごい百何十年後に素晴らしいところになりました。Kibbutz Degania, Genezareko.に面しているんです。1909年の左側の様子、今10月の聖地旅行の時にそこで泊まる予定があります。この場所、ゲネザレ湖の最初の、キブツというところ。Das erste Kibbutz am See Genezareth 1909 entstanden. Wir werden im Oktober da übernachten. Wir haben eine Übernachtungsmöglichkeit, ein einfaches Hotel.Direkt am See Genezareth gelegen. Exodus Mar, 有名になりました。わざとこの名前をつけました。Exodus。Exodus は出エジプトの意味なんですね。Exodus。
出て全世界の散らばれたところから出てイスラエルを帰るために4500人も全く大勢過ぎだったんですけれども、これ乗って大変な歴史です。ちょっとその歴史は今省きますけれども、最終的に何年もかけて最後にはイスラエルたちに着いたんです。 Das ist die Geschichte der Exodus, eine mit 4500 total überfüllten Auswandererfähre, die über Jahre unterwegs war, eine ganze Odyssee, bis sie schließlich in Israel Fuß fassen durfte. そして1945年ベングリオン氏が国家を宣言する。よろしいですか。これは歴史といっても、これは聖書にいちいちと予言された通りになっているところの事実なんですね。Wenn wir nur sagen, das ist irgendein geschichtlicher Ablauf, nein, das ist genau, was die Bibel vorhergesagt hat. Im Einzelnen, so ist es geschehen.イスラエルと私たち、最後のところ、さっとやりますけれども、8ですね。イスラエルと私たち、私たちはイスラエルに対してどういうものなのか。イスラエルのWir, was für ein Verhältnis。そこに一つ大事な事実がある。Es gibt eine ganz wichtige Tatsache。私たちはドイツ人であるか、日本人であるか、アメリカ人であるか、関係なく、私たちは聖書の立場から見て、いわゆる異邦人である。イスラエル人でない人はいわゆる異邦人です。で、その立場をまず認めなければならないんです。 Wir sind aus der Sicht der Bibel alles Heiden, weil wir nicht Israeliten sind. Ob wir Deutsche oder Japaner oder Amerikaner sind, ganz egal. Und wir müssen diesen Standpunkt zunächst anerkennen. 何を求める、認めるかと言いますと、イスラエル人が特別に選ばれた民族であることを認めるんです。これはイスラエルのゆえにではなく、これは全能の神様のゆえにです。Was wir da anerkennen müssen, ist, dass Israel das erwählte Volk ist. Nicht um Israels Willen, sondern um Gottes Willen, der es erwählt hat. だからその立場をまず認めなければいけない。具体的にイスラエル人に対してはどういう態度を示すべきかという質問もあるんです。Was ist unsere Einstellung zu Israel? Das müssen wir klären als Folge davon. イスラエル人を尊敬すべきです。Wir müssen Israel achten, ehren. イスラエルを祝福すべきです。Wir müssen Israel segnen.イスラエルのために祈るべきです。イスラエルは特別に選ばれた民族であることを認めなければならないところがあります。イスラエルはイスラエルのことです。それでも私たちは特権が与えられています。Trotzdem haben wir ein etwas Besonderes erhalten. 神の教会。と呼ばれる権。ここは複雑になります。Da wird es schwierig, weil wir sind, wir hören zur Gemeinde Jesu, da kill Israel とキリスト教会。よく一般のイスラエルについての書物の中には、イスラエル対キリスト教会という話題について書かれています。In normaler Literatur, theologische Literatur, wird ganz viel im Gegensatz von Gemeinde Jesu und Israel geschrieben. これはよろしいですか。非常に重い、しかし非常にはっきりした発言します。いいですか。これは非常に間違った見方である。Ich sage ein sehr, sehr deutliches, hartes Wort, aber ich muss es sagen.Das ist eine völlig falsche Sicht. Israel, 対キリスト教、聖書を見れば違いますよ。Wenn wir die Bibel schauen, wird was anderes gezeigt. Israel, 対諸国のため。いいですか?
神の民対神の民でない民の民。イスラエル und die Völker der Welt stehen sich in der Bibel gegenüber。そして神の教会が何であるかと言いますと、ここは新約聖書を一生懸命勉強しながら分かるわけです。Und was ist die Gemeinde Jesu? Was hat die für einen Stellenwert? Da müssen wir in die Bibel hineinschauen. イスラエル人と異邦人、我々異邦人から新しいものが生まれている。両方からキリストを信じ従うことによって新しい教会と呼ばれるものが出来上がるんです。 Aus Israel und den Heiden kommt herausGemeinde Jesu als etwas Neues. Israel は奥義不思議な秘密的なものじゃないんです。聖書を見ればきれいに分かるんです。歴史を見ればきれいに分かるんです。Israel ist kein Geheimnis. Da kann man in der Bibel lernen, was es ist. Und auch in der Geschichte der Welt. 奥義秘密的なものは神の教会そのものなんです。Was das Geheimnis ist, ist die Gemeinde Jesu.Ist das gar nichts. Israel und Juden können nicht tanzen. Da kann ich auch so schön, ich sehe schon, dass es auch so schön ist. Hier ist es nicht in der Griechenland, in der Judäa, 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 in derHeide oder Jude, hier ist nicht Mann noch Frau, hier ist nicht Freier oder Sklave, alles in eins in Christus. Tadashi, Judaya-jin wa Kiristo wo Sukuinushi toshite hitei shiyou to shiteru desu kara, shizuzukiteru desu kara, soko wa wakaranai desu. Paolo ga koeteru desu, me no mai ni wa mofu mitaina mo.かぶってるんです。見えないんです。それでも神の選ばれた民族、尊敬すべき民族がある。そこにはちょっと摩擦があるんです、ね、確かに。 Trotzdem ist Israel das erwählte Volk, auch wenn sie die Decke vor Augen haben und diese Stellung in Christus nicht anerkennen wollen, weil sie Jesus ablehnen. Die meistenと言いながらでも多くのユダヤ人は今キリストを知るようになって、メシアニシュユデン、メシアを信じるユダヤ人という教会が出来上がっているところです。Deshalb gibt es trotzdem ganz viele Juden, die zum Glauben an Jesus kommen, jetzt zur messianischen Gemeinde bilden. 終わりの時代についての、あのところは10にまた書いてあるんですけれども、10は今詳しく、学ぶ時間はないんですけど、これまた別に、別の時にでもちょっと持ち上げたいなと思ったんですけど、まだ計画してもいいんですね。Ich glaube, den Punkt 10 nehmen wir irgendwann später nochmal。終わりの時代における立場、ちょっとまとめなきゃいけませんね。終わりの時代はここは1882年入れましたね。ダニエル12章に書いてあるんですけれども、最後に帰ってくるという約束で、その立場は、終わりの時代における立場は、神様の約束が成就されるという約束の証拠がイスラエルを見れば分かるんです。証拠。Bei 10, das müssten wir mal besonders behandeln, ich fasse es nur zusammen, Israel in der Endzeit wird zum Beweis für die Wahrheit Gottes mit seinen Verheißungen. またその役割、イスラエルを見れば神様の働き方が分かるんです。Bei B müsste man sagen, wenn wirWas ist die Aufgabe Israels? Wenn wir Israel betrachten, sehen wir, wie Gott handelt, auch heute. Masumasu Israel wa kore kara koso
世界中のニュースの中心になってくるんです。これは私の約束じゃないです、私の予言じゃないです、これは聖書の予言です。ますますこれからこそエルサレムというちっちゃな都市は世界の最も大事なところになるんです。 Was die Bibel sagt ist, dass ab jetzt Israel und Jerusalem mehr und mehr den Mittelpunkt der Weltnachrichten rücken. Das können wir erkennen. で、再臨の時にユダヤ人はその時に生き残っているユダヤ人全員がキリストかイエスであるということを悟るようになるという約束を与えられています。 Es gibt die Verheißung, dass wenn Jesus wiederkommt, alle, die aus Israel dann noch leben, ihn erkennen als Messias, als Christus. もう一つやるつもりだったんですけれども、これはプリントアウトして皆さんにお渡ししましょう。私たちの旅行は秋の旅行ですけど、ここからスタート、テラビブからスタートします。空港でだいたいこう一瞬して終わる予定です。8日間ですから、南のところはちょっと安全の面でもちょっと危ないところですけど、そこは行かないことに しました。まあここまで行きます。視界だからこの辺を騒ぐだけですから、騒ぐだけですから、ここはネタニヤからパレスチナ人の住んでるところをちょっと1日だけを日帰りで入って、まあ、かなり安全だと思います。危ないといえばここだけですけれども、私はこの間行ってきたら何にも変なところもないし、バスはかなり安全です。もう毎日でも観光客が入るんですから、都会のところも行かないんです。聖書的なところに行くんです。契約の幕屋のあった城というところに行ってきて、アブラハムが住んだところを見てきます。で、セサレア、ローマの時に有名なところ、ハイファ、カルメル山頂、そこ行ってきて、このハウスペイテールの2つの働きはここにあるんですけど、ここからゲネザレ湖、ガリラヤ湖に行って泊まって、ナザレを見てきたり、ヨルダン谷を下ってで、司会でマサダ、そしてエルサレム、ベツレム、まあ大事なところをほとんど全部見てくるという契約なんです。これちょっと資料にまたできてないですから、これちょっとコピーして皆さんに渡したいと思います。時間がなくなりましたから、これで今日は一応終わりたいんですけれども、この資料にある空っぽの地図に、宿題、大事なところを書いてみてください。エルサレムから始め、エリコはどこにあるか、まあ、やってみてください。遊びながら、それじゃあ一応ここまでにして一言お祈りして終わりたいと思います。お祈りします。天のお父様、あなたが忠実な方であることを今日覚えました、分かりました、学びました。どうか神様、これからも与えられた約束一つ一つが実現される、この確信私たちのうちに起こしてくださいますように。そしてイスラエルを愛すことによって、あなたを愛す、あなたに従う心を私たちのうちに起こしてくださいますようにお願い申し上げます。感謝します。これからの交わりや特に礼拝の時導いてください。キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。